久しぶりじゃん。久しぶりです。お久しぶりです。この辺のこの方向に こんにちは。お久しぶりです。お願いします。よろしくよろしくお願いします。いや、この空間はすごく不思議な空間だと思うんですけどただすごく貴重な場面だと思いますね。なかなか、まあ、だからこういう場がこういう場を設定していただけるのもファイアブレードだからなのかなっていうふうに思いますけど、一番最初に馬場さんが、このモデルを作られたわけですけど、そもそもその馬場さんにとっての理想のバイク像っていうのはどんなものだったんですか？この初代の基本のターゲットっていうのは操ることを最大限に満喫できる、それを我々は提供しようと、世の中の人たち、例えばいろんなワインディングが走ったり、まあ、街の中も走って、時にはヒヤリとすることもあると思いますけども、そのヒヤリとするのをとにかく避けるように、とにかく自分でコントロールできる、それが最大限の狙い。例えば今日朝ツーリングに行ってワインディング走ったり、いろんなところ走って帰ってきて、あ、家にたどり着いて、あ、今日は一日よかったね、いい汗かいたね、いろんなシチュエーションを思い出しながら、あ、今日は満喫できた、それに尽きるんじゃないのかな。今馬場さんがおっしゃった通り、その自分が乗って操ってみて楽しいかどうかっていうところは本当に基本のところで、そこが得られないと、結局その長くお客さんは乗ってくれない。まあ、オートバイ、ファイアブレードに限らず、やっぱりいかにこう操って楽しむかっていうことが僕は最大の、まあ、醍醐味だと思ってます。なんで、まあ、それのまあ、ある意味究極はファイアブレードなのかなとは思ってるんですけども、あくまでもやっぱり人間主導であるべきだと、マシンに乗せられちゃダメだと。そのための要素でまず一つ、軽量化、そうですね、軽いということが非常に大事な要素になったと思うんですが、まあ、これが多分そのシリーズ代々全部受け継がれてると思うんですが、例えば福永さん、その軽さという点についてはどういうふうに当時からそのお考えでした？そうですね、軽さっていうのはやっぱり一番 その重要な要素だと思うし、うん、まあ、その自分自身がやっぱりライダーが主役ってよく言うじゃないですか。それにするためにもやっぱり一つの欠かせない要素だと思うんで、まあ当時その馬場さん目標設定されたとき、ドライで185キロというのを設定、目標設定したの。185キロ、本当に大丈夫なのかなっていうのは、ものすごい自分たちの中で、できんのかなっていうのが あったんですけども、まあ僕は初めて言われたのはストライプだったんですよ。ストライプの数とかストライプの重量、そこまで、管理というか管理しろというふうに言われたのは初めてで、そういうことを聞いたエルピエロさんというのも僕は馬場さん初めて。ファイアブレードを経験したチームって、人ってそういう重量に関する認識っていうか考え方ってすごく徹底してるんですよ。軽量化ですごく思い出深いのは17年モデルなんですけど、これはその前のモデルに対して ABS 付きで15キロ軽くしたんですね。15キロっていうその目標設定した時点で
そんなの無理に決まってんだろうっていろんな人からも言われたし、でも軽さで光らせないといけないっていう、まあ軽さで光らせるっていうコンセプトだったので、どうしても達成したいってなって、この部品1ミリこうちっちゃかったらどうなのとか、コンマ5ミリ薄かったらどうなのとかっていうのを繰り返してどんどんやっていくと最後壊れちゃうんですけど、壊れちゃったら、あ、ちょっと行き過ぎたねって言ってちょっと戻す、そうやって決めていくと、その壊れないけどギリギリその商品として成り立つレベルっていうところが分かりますよね。それを積み重ねてって15キロになったんですね。まあ、難しい開発ばかりなのでいろいろこう問題が発生するわけですね。うまくいかないこともいっぱいある。でそうなった時に、まあ、妥協して着地点を決めるっていうことをしないので、もともと立てた目標をじゃあどうやって達成するんだっていうところに終始するわけですよね。で結果的に、まあ、通常の開発の流れでは考えられないような途中からこれ変えるぞとかっていう話が、まあ、頻繁に発生するんですよ。若いチームメンバーからしたら、今からこれやるんですかって、本気ですかとかっていうことはよくあります。ただ本気だよ、やるんだよっていう話をし、で、なんとか納得をして、進めてもらう。まあ、必ずこうするんだっていう目標値があって、でそれに向かって何をやっていけばそれが達成できるかっていうのしか多分ないんですよね。もう やれるかやれないかっていうことじゃなくて、もう やるためにどうすればいいかっていうことを考えるのが、やっぱ僕たちの仕事だし、そうあるべきだと思うんですよね。福永さんがすごいうなずいてらっしゃいますけどいや本当にまさにその通りだと思います。やっぱりこう自分一人じゃ絶対どうにもできませんので、チームの子たちとの話っていうのはすごく大事にして、言いたいことはちゃんと僕は聞いてたつもりなんですけど、福永さんは一言で言うと、親分っていう。おお、親分。はい。休日に出勤してやってたりすると、福永さんこう栄養ドリンクをこうたくさん持ってこう来て、こう机にこうボンと置いて、頑張れよっつっていいですね。で、まあ、いろんなこと相談させてもらったし、まあ、いろいろ大変なことたくさんあったんですけど、やっぱりちょっと今聞いて思ったのは、やっぱ福永さんもやっぱり常にその現場にいてくれるんですよね。自分たちが図面描いてたり、自分たちがこういろいろテストしたりとかなんとかっていうふうにしてる時も、ですごく大変な状況の時も必ず福永さんがいてくれて、まあ、見てくれてるんですよね。やっぱりその見ててくれてるからこそ、やっぱそういう安心感もあるし、やっぱなんとかしなきゃいけないっていう思いもどんどん強くなるし、なんとなく今聞いてて、そういうのがこう続いてるんだなってちょっと今思いました、はい、例えば重量とそのデザイン的な要素を含めた方とかレイアウト的なところっていうあんまり両立しないところってただ出てくるわけですよ、まあ、その時に、自分一人でもう悶々と考えてたってもしょうがないんで、馬場さんのところに話しに行くと、どんなに忙しくても相談に乗ってくれて、これはもう僕に限らず他のね、その PL も同じだったというふうに思います。当然設計もそうだし、研究ブロックの子たちも同じだったというふうに思います。だからチームが、そこの中でチームが一つになってるっていうのが一番よくできたというか、そういうことになるんじゃないかなというふうに思いますけどね。いやでもこう30年 の, この歴史の厚みって逆にどうですか。やっぱりその30周年って30年間ファイアブレードって92年からこう脈々とモデルチェンジ、まあ改良しながらこう今に至ってきてるんだなってすごく痛感してます。やっぱその馬場さんの時代があり、福永さんの時代がありっていう、やっぱそういうのがこうあって、こういう場があるんだなって今すごく思ってます、はあ、僕は馬場さんのところにも、何年も一緒に馬場さんとやらさせていただきました。で自分がやって、で僕が LP やってる時は
石川設計ピエールとしてやって一緒にやってた。で細川は動力テスト研究 PL としてずっとやって一緒にやってた。言ってみればもう今はまあその LPL を知って言ったところはありますけども、ずっと開発を一緒にやらさせていただいてたっていったところがあるんで、まあ一言言えば大体わかるみたいな、そんな感じなのかなっていうふうに僕は個人的には思ってたと思ってます。あのロードレースの地方戦のジャルのアルバイトをしてて、でそこで CBR400 で速いライダーがいてかっこいいなと思って見てたんですけど、そのライダーがイベントレースでファイアブレードに乗って走ってたんですよ。それが96年か98年だと思うんですけど、それがすごくかっこよくて、おファイアブレードかっこいいなって思ったのが最初ですね。入社した時って何年？2000年ですね。あ2000年か。2000年2軒のフロアにおばさん座ってらっしゃって、すごいジェネレーションギャップですよね。で、まあ、今日初めてこうやってお話聞かせていただいて、お話させていただいて、うん、やっぱりあなるほどなって思いますよね。その30年続いたこのファイアブレードを、最初に考えてコンセプトを考えて、それが代々続いている、それだけの理由が馬場さんにはあるんだなって今日感じました。なるほど。私が歩んできたことが要するに明文化されてないんですけどもね、皆さんに、うんうん、まあ、あのやっぱりそういう私の思ってることをちゃんと彼らは理解をして、ちゃんとハートの中に入れてちゃんとできてる、それをだからさらにそれを次の世代に教えてやってください。僕はあの93年入社で92年にファイアブレードが出て、会社入る前に前の年に出たんですね。でその時のやっぱ衝撃がやっぱすごくって、もうすごく驚きましたと。で本題に入って、あの僕もこういうものを作ってお客様にやっぱ感動を届けたいってすごく思ったんですね。なんでそれがもう未だにこうずっと来てんだなって思って、もうこのまさにもう30年も経ったのかって今ちょっとびっくりしてるんですけど、もう変わらぬものですよね。やっぱこの感動と驚きをやっぱこうファイアブレードっていうのは持ってると思ってます。まあ僕はホンダの中で仕事した年数として、かなりつぎ込んできた機種であり、それがゆえに、まあ、いろんな意味その自分は開発してきたけどもバイクにもいろいろ教えてもらった、そういったのがやっぱりファイアブレードなんじゃないかなっていう思ってます。入社前は憧れだったんですけど、今はナンバーワンを目指すわがままな息子みたいなもんですかね。あのわがままなっていうのはわがままな目標を自分たちで決めるんですけど、非常に高いハードルを掲げて、で、まあ、苦難の連続ではあるんですけど、それを達成してなんとか世に送り出してお客さんに喜んでもらう、私のファミリーですね、子供たちですね。まあオートバイの性能がどんどん上がって、またはそのエンジンではないものが今後登場するかもしれないですけれども、このスーパースポーツの世界に、ね、でもやっぱり最初の初代の馬場さんが設定したそのトータルコントロール操る楽しさというところは、いつの時代も不変だと思うんですよね。だからこそ福永さん石川さんとこう続いて30年続いてきた歴史が、それを物語っていると思うので、そこはキープしながら、よりその時代に、お客さんが求めているものの一歩先を行くというものを作り続けていきたいと思います。